皆さんこんばんは投資の隠れがいようこそいらっしゃいましたさてさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますではでは初めていきます今日の東京株式市場で日経平均株価は続落し 前週末比836円8 5 0 0安の26,987円4 4 0 0で終えた前週末の米国株式市場で米国インフレの再加速への警戒から主要産指数が揃って下落した東京市場でもこの流れを受けて 運用リスクを回避したい投資家の売りが幅広い銘柄に出た日経平均株価の下げ幅は1月27日以来の大きさとなった前週末の10日に発表された5月の米国消費者物価指数 CPI は前年同月比で8.6%上昇した市場予想を上回り4月実績からの上昇率が高まった米国インフレの再加速で 米国連邦準備理事会 FRB が秋以降も積極的な金融引き締めを続けるとの観測が台頭。米国の景気を冷やすとの懸念が株式相場の重荷となった。東京市場では機械や電気、自動車といった景気敏感株の下げが目立った。13日の東京外国為替市場では円相場が1ドル135円台前半に下落し、1998年以来の円安ドル高水準をつけた。ただ 景気減速への懸念が強まる中で輸出関連株の支えにはならなかった米国長期金利が3.1%台後半に上昇し金利の上昇で割高感が意識されやすい高 PER 株下収益率のグロース成長株にも売りが出た一方食品や地銀小売といった内需関連の一角には買いが入っていた我らがトピックスは3日続落した終値では 前週末日42.03ポイント安の1901.06だった。東証プライムの売買代金は概算で2兆8954億円。売買高は12億1859万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1457と、全体の8割弱を占めた。値上がりは332、変わらずは49だった。米国では、これからの利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから、 今後の株価は下落方向に進むと見ていいでしょうつまり今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますのでまだまだここから株の買い時は来ると考えています AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら 株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。